東急線形電車、一畑電車線形電車、一畑電車線形電車は、一畑電車が2014年に導入した、通勤型電車である。老朽化した3000系を機械のため、東急線形を譲り受けたものである。東急テクノシステムで、中間車を、先頭車に、改造の上2014年に2本、2015年に1本が、導入された。一畑電車では5000系、 以来16年ぶりの新車両であり、オールステンレス車体、ワンハンドルマスコン、シングルアームパンタグラフ、VVVF インバータ制御など、同社発の新機軸が数多く盛り込まれている。車体はビード補強付き軽量ステンレス製である。前面は中間車からの改造車であるため、主車の等級線形の前面とは全く異なる形状となっており、 左右対称の窓配置と中央部の貫通扉を模したデザインが特徴である。また、13編成は、ライト類が角形から丸型に変更されたほか、全消灯は LED に変更されている。非貫通型のため、連結運転陣の通り抜けはできない。スカートは、スノープローが付いた大きなものとなり、2編成の連結運行を考慮し、密着連結器と電気連結器を装備している。 行き先表示器は、全面、側面ともに、LED 式のものを搭載している。入選時は、各編成ともラッピングがされていない状態だったが、運行開始にあたり、1001編成と1002編成は、投票で選ばれたデハに50型をイメージしたオレンジに、白帯のカラーのラッピングが、1003編成は外装に、島根県のキャラクター、島根公配した、五円電車。 島根ねっこ号にのラッピングが施された。中央を除く側扉には、半自動ドアボタンが設置されており、始発駅並びに途中駅での長時間停車時には、この側扉の半自動扱いを行う。全編成とも車内は、基本的に、東急時代と同様であるが、ワンマン運転とバリアフリーに対応して、整理券発行機、運賃箱、車椅子スペースドアチャイム、液晶ディスプレイが、 新たに装備されている。基本的に、東急時代と同様であるが、台車は、東急9000系の廃車発生品に交換されており、同時に、元で、8450型は、電装解除されてく8100型となっている。主電動機は、種車と同じ TKM-88 型を搭載しているが、1M1T の構成に変更されたため、 軌道加速度は時速 2.34kmS に低下している。1001編成と1002編成は2015年2月8日から運用を開始した。北松江線、大越祖線の全区間で主に普通列車の運用についている。なお、より多くの乗客に利用してもらうため、試験的に2015年2月26日から3月27日までの間、 2100系に代わり特急、スーパーライナーに充当された。その後、2016年にも再び、スーパーライナーの運用についている。戦産編成は2015年12月10日から運用を開始した。他社の東急1000系譲り受け者。ありがとうございます。